皆さんこんにちは、マッキーです。今回はこちら、以前もご紹介しましたゼロ工房さんの超巨大レイアウトで、こちらご覧いただいている通り、新幹線がですね一斉に走る新幹線運転会を実施いたしました。今回ですね、私が走らせたのはこの内線ですね。大きな鉄橋が見えておりますが、まあ、こちらとかあとはこのようにですね、圧巻の新幹線の走行シーンをですね皆さんにお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。今回ですね、私が走らせたのは今ご覧いただいている一番内側の路線になります。一番内側の路線というとですね、一番こうね走行距離が短いんじゃないかと思われる方も多いと思いますが、このゼロ工房さんのレンタルやライブはそうではありません。このようにですね、実は、中をですね8の字のように走ってですね、実は一番路線長が長い、路線になっております。ではですね、早速この内線の概要をご紹介できればと思います。まずですね、運転席の一番近くのヤードからですね、このように400系が元気よく飛び出していきます。一番内線なんですけども、カーブがですねこのようにですね本当に大半径になっておりまして、非常に雄大に走る姿を見ることができます。いやー、かっこいいですよね、400系ね。この通りにですねカーブを曲がっていきますと、次に訪れるのは今奥をご覧いただいてますが、上り坂ですね。こちらをですね、登っていきます。400系がこの坂を頑張って登っていく姿は、なんかこう板谷峠をですね彷彿とさせますけども、まあ、このように坂を登り切って、そして鉄橋を渡って、奥のトンネルに入っていきます。でこのですね、坂を登っていくところというのも非常に見どころになっておりまして、皆さんご覧ください、この400系の力走、いやー素晴らしいですね。そしてこれもう30年以上前にですね、登場した車両なんですけども、まあこのかっこよさは色褪せないなというのをですね今回走らせて改めて実感しました。まあ、このようなですね大きなヤードの上をオーバークロスして走っていく400系、もう見応え抜群ですね。そしてこの坂を登るときもですね、緩いカーブをこうですね、曲がっていきながら登っていく、この力走する姿というのもですね、やはりこう模型走らせて最高だなと思う瞬間の一つですね。はい。そしてこの、 鉄橋を渡ってトンネルをくぐっていきますと、今度奥のですね長いストレートの方に入っていきます。こちら駅を通過する400系、400系はこのように一直線にきれいになって走っていきます。そしてこのストレートの長さ、この長さがあるからこそですね、結構新幹線のような長大編成もしっかりと映えるようになっています。こちら陰形ですね、陰形もかっこよく、そしてこの駅を颯爽と通過していきます。そしてですね、見応え抜群なのはこちらになります。見てください、これ全ての線路にですね新幹線が走ったその瞬間なんですけども、いやー長大編成の新幹線がこのようにですね3本一線に走っていくとですね、非常に見応えも抜群で、いやー見てて最高ですよね。そしてこのストレートを抜けていくとですね、また上り坂カーブをですね、曲がりながら登っていくというシーンになります。そしてこのカーブを登り切ると、おそらく最大のハイライトになるかなと思いますが、このようにぐるっと回ってきて大きな鉄橋を渡っていきます。いや皆さんご覧ください、まばゆいばかりにですね輝いている東京スカイツリーの横も抜けてですね400系下っていきます。そしてこの広大なレイアウト、壮観ですよね。この鉄橋を渡るシーンはですね、本当にいろんな角度から見て楽しむことができます。鉄橋というか、すみません、これ吊り橋ですよね、どちらかというとね。はい。まあ、このように上から見ても結構ですし、アイレベルをですねこう車両と同じ高さにしてるんですね、見ていただいてもこのように、いやかっこいいですよね。うん、かっこいいです。そして下から煽ってみるような形でもですね、まあ、これなんか新幹線っぽくていいですよね、見方が。はい。まあ、このようにですねゼロ工房さんの内線、まあ、アップダウンも経ながらですね、本当に長いストレートもあったりですね、見応えが抜群なんですね。まあ、車高の関係でですね、走れる車両、走れない車両というのがどうもあるようなんですが、もしですね
走らせられる車両をお持ちの方はですね、このように内線を走らせて、長い、本当に一周が長いですからね、今こうやって佐川下ってトンネルに入って、そしてまたあの運転席前のヤードに戻るという形になります。そしてこの日もう一つ圧巻だったのがこちらです。百景新幹線ですね。皆さんご覧ください。2階建て4両の16両の超大編成になります。これをですね、HO ゲージで走らせられる場所っていうのは一体日本に何箇所あるんだろうかというぐらいですね、まあ、限られてしまうものなんですが、このゼロ工房さんであればもう新幹線の16両編成がですね、余裕で悠々と走らせることができます。まあ、その様子はですね、私も以前、造形村のゼロ系を走らせてお届けしてますので、もしですね、よろしければ動画もご覧いただければ幸いです。このようにかつては東京タワーの前ですね、この百景新幹線が走るっていうのは当たり前の光景だったんですが、まあその光景がなくなってからしばらく経ちますけども、このようにね、模型でしたらいつでもその信号を見ることができます。このように今私の持っていた400系と、そして別の方が今回持っていた100系、同じ時代をね、やっぱりこう走った新幹線ということで、まあ、なんとなくこうフォルムもね、似ているところはありますけども、まあもう30年以上経ってもそのかっこよさは全くと言っていいほど色褪せないなと思ってしまうばかりです。そしてこの広大なヤードをですね、すっきり百景も惚れ惚れとしまいますね。私のナレーションがもう邪魔だなというぐらいですので、皆さんちょっとこのシーンをですね、もう10秒ほどご覧いただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回は超巨大レイアウトゼロ工房で開催されました新幹線運転会の様子をお届けいたしました。圧巻の新幹線の走り、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、私も本当ですね、この日、4時間ぐらいですかね走らせたと思うんですけども、もうあっという間のひとときでした。まあ、楽しい時間というのは本当にあっという間に過ぎるもので、まあ、本当今回ですね、私含めて4名の方とですねご一緒させていただきましたけども、本当に楽しいひとときを過ごすことができました。ご一緒させていただいた皆さん、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。このチャンネルでは鉄道模型をはじめ鉄道に関するさまざまな動画を皆さんにお届けしております。ぜひですね、他の動画、ゼロ工房のですね動画はいくつか上げておりますので、そちらも皆さんご覧いただければ幸いです。それでは別の動画で皆さんまたお会いできれば幸いです。このような素晴らしいレイアウトで走らせる様子、皆さんこれからもお届けできればと思いますので、ぜひぜひ末永くこちらのチャンネルご覧いただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後の最後までご覧いただきました皆さん、本当にありがとうございます。他の動画も繰り返しになりますが、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録、いいねも忘れなく。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。